結婚について何か不安なことなどはあったりしますか？早くしたい気持ちもあるけど、まあ、仕事もしたいんで、はい、そういうタイミングっていうのが迷ってる感じですね。そうなんですね。<laughs> 子育てについて何か不安などはありますか？保育園に入れるときにどれぐらいお金がかかるかとか。 三歳から、はい、無料になるとてして、三、はい、歳まで待った方がいい,い,いとか、そういう二人目できたときに二人目から補助が出るのとかが知りたい、はい。<laughs> 子育てについて何か不安に思っていることなどありますか？はい、やはりあの学校関連とか、まあ、はい、子供に関すること全部がやっぱり不安な部分は<あ>はいあります。はい 子育て支援の制度についてはご存知ですかあまり詳しくはちょっとわからないですね福井市の子育ての制度何かご存知ですかうん、あんまりよくわからないので何かまとまっているものが冊子でもあるといいかなと思っています結婚や子育てに不安はつきものですよね今回の生き生き情報福井では先日発行されたこちらの 福井市結婚子育てガイド育むブックを通して福井市の結婚や子育てに関する情報をお伝えします子育て支援課の山本さんにお話を伺いします山本さんこちらの福井市結婚子育てガイド育むブックなんですがどのようなガイドブックなんですかはい。 福井市結婚子育てガイドハムクムブックには結婚から妊娠・出産・子育てまでの流れや各種支援制度・相談窓口施設などの情報が記されていてこれから福井市で結婚や子育てされる方のガイドブックとなっていますいくつもの担当課にまたがるさまざまな情報が一冊にまとめられていますまた、冊子にはポイントごとにハムクムネットの QR コードが記されていて 制度の詳細や最新情報をハグムネットで調べることができます結婚や妊娠、出産、そして子育てをされる方にとってすごく便利な一冊なんですねこちらのガイドブックはどこで手に入れることができますかはい、市民課や子育て支援課の窓口健康管理センター、各総合支所、公民館市内の幼稚園、保育園 認定子ども園などに配置していますまた妊娠した際には母子健康手帳と一緒にお渡ししていますこの育むブックは福井市と公募により決定した製作会社が共同で発行しておりますが発行費用はすべて冊子内の広告掲載料から賄われているんですよそうなんですね市民にも知性にも優しいガイドブックなんですねそれでは 福井市結婚・子育てガイド「育むブック」のテーマに沿って各担当者の方に詳しくお話を聞いてみたいと思いますまずは「あおっさ5階」にある「女性活躍促進課にやってきました育むブック」6ページの「今時の結婚事情」について女性活躍促進課の能地さんにお話をお伺いします。 全国的に晩婚化が進んでいるイメージがありますが福井市でも同じなのでしょうかそうですね福井市でも晩婚化は進んでいます平均初婚年齢を2000年と2015年で比べると男性が28.7歳から31.1歳に女性が27歳から29.3歳に上がっておりいずれも上昇しています また、障害未婚率も上昇しており、人口減少の要因となっております。そこで福井市では、人口減少・少子化対策のために、出会い恋恋応援事業として、結婚を希望する方のサポートをしています。いわゆる婚活イベントの開催ですかはい。28歳から40歳で、真剣に結婚を考える方のために、さまざまな スタイルで婚活イベントを実施しております昨年は1対1でじっくり話せるお見合い形式の婚活結婚を応援する企業との共同婚活また親子が一緒に参加するお見合い会などを開催しましたまた婚活イベントで結婚の意識を高め男女の交流が深まるように イベントの前には婚活講座を合わせてて開催しています婚活講座では、どのよううなことを学ぶんでしょうか昨年行いました結婚をかなえる未来デザイン講座では、参加者の方に婚活スキルや異性から選ばれることの大切さ、グループワークを交えて、異性との接し方について学んでいただきました。 他にも、福井市が作成した婚活マニュアル、婚活のすすめを配布し、第一印象の高め方や異性との交際方法などをお伝えしています。婚活イベント終了後も、カップルをサポートし、希望者にはお悩み相談やお見合い手の紹介など、縁結びサポートを行っております。事業の成果はいかがですかカップル数、性婚組数ともに増えてきています。 婚活に関するさまざまな情報は、福井市のホームページや福井県のポータルサイト、福井婚活カフェでまとめられていますので、ぜひご活用いただきたいです。婚活イベントを通して、結婚を前向きに考えられる方が増え、一組でも多く結婚につながるといいですね。続いてやってきたのは、福井市役所別館2階にある 子育て支援課です。育むブック38ページの子供を預けたいについて、子育て支援課の山本さんにお話をお伺いします。福井市ではどのような子育て支援を行っているんですか？はい、子育て中で自分の時間が取れない、あるいは時間を取らなければいけない方のために、子供を一時的に預けられる事業を展開しています。 事業は目的によっていくつかに分けられるのですが今回はすみずみ子育てサポート事業をご紹介したいと思いますすみずみ子育てサポート事業は通院、観光総裁、就職活動などやむを得ない理由により家庭で一時的にお子さんを見ることができない保護者のためのサービスですどのようなサービスか詳しく教えてくださいはい、一時預かりや 保育園、小学校、児童クラブなどへの送迎さらに食事の用意や買い物、洗濯など子育て家庭における家事援助まで行っていますどんな方が対象になるのでしょうか福井市に住民登録のある方で小学校就学前までの児童を養育する方ですただし小学校3年生以下についてはやむを得ない理由により放課後児童クラブが利用できない児童は対象となります 放課後児童クラブを利用している場合は、放課後児童クラブが解処していない間の利用のみ対象としています。実施事業所はこちらになります。各施設の営業時間、利用料金、対象年齢などは、各施設へお問い合わせいただきたいと思います。また、福井市から1時間あたり350円を上限として、各施設の利用料金の補助を行っています。 さらに18歳未満の子どもが3人以上いる世帯では就学前の児童が利用する場合1回の利用につき3人目以降の児童数分について1時間あたり700円を上限に補助しています。一時預かりが1時間700円の事業所では半額ででで利用できるるんですねそして18歳未満のの子どもが3人人以以上いる世帯の3人目以降は無料で利用できるんですね。 そういうことになります利用には事前予約や利用申請が必要になりますので各施設へお問い合わせください続いてハグクムブック三十六ページの仲間づくり遊び場について子育て支援課の佐々木さんにお話を伺いたいと思います福井市には親子で遊べる遊び場があるんですよねはい福井市では親子の遊び場として 地域子育て支援センターを市内に12カ所設置していますおおむね4歳未満のお子さんとその保護者が利用できます子育て中の親子が気軽に集い一緒に学びながら交流でき友達づくりの場としても活用していただけますその他、子育て相談や子育てに関する情報の提供講習会などを通して地域の子育て家庭を応援します 無料で利用できるので、お好きな時間に自由に使っていただけます。お父さんやおじいちゃん、おばあちゃんも大歓迎ですので、気軽にご利用していただきたいです。無理なく楽しく子育てできるといいですよね。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次は、 子ども福祉課です。それでは育むブック29ページの子ども医療費助成制度と30ページの児童手当について子ども福祉課の西本さんにお話を伺いしますまずは子ども医療費助成制度について教えてください 子ども医療費助成制度は、中学校三年生までのお子さんの医療費などを助成する制度です。県内医療機関において、こちらの子ども医療費受給者証を提示いただくと助成されます。助成額はどのようにして決まるんですか未就学児では全額医療費が助成されます。つまり、自己負担はありません。小中学生の場合、通院の場合は、一医療機関月五百円、 の自己負担が発生します同じ医療機関であればその月に何度受診しても自己負担はかからないということになります入院の場合は1日500円上限月4,000円の自己負担になります薬局の場合には小中学生も自己負担はかかりませんただし薬の容器代や予防接種など健康保険適用外の治療については自己負担が発生します 高額な医療費の心配をせずに、お子さんをお医者さんに見てもらえるのは、親御さんにとってもありがたいですし、子育てをする上で安心ですよね。なお、県外で医療機関を受診した場合には、一旦医療費を支払いいただき、領収書を添えて子ども福祉課へ医療費の申請を行ってください。後日、口座にお振り込みします。子ども医療費受給者証はどうすれば手に入るんですか 出張や転入などでお子様が福井市に住民登録をされましたら、子ども福祉課、市民課総合窓口、宮山、小市野、清水各総合支所にて、受給者証の交付手続続きを行ってください。続いて、児童手当について教えてください。児童手当は、中学校終了までのお子さんを養育している方に支給される手当です。 支給額額はこちらです所得制限額未満の方を見ていきましょう支給対象が3歳未満では1万5000円3歳から小学校終了前の第1子、第2子では1万円第3子以降では1万5000円小学校終了後から中学校終了前までは1万円となっています。原則として 毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。児童手当の申請についても教えてください。出所・転入などにより、新たに児童手当を申請される方は、子ども福祉課・市民課総合窓口・宮山、越野・清水各総合支所にて申請を行ってください。 また、続けて手当を受ける場合は、毎年6月に現況届の提出が必要です現況届は、児童手当を申請している各家庭に郵送されます現況届の提出は市役所でも受け付けていますが、今年はコロナウイルス感染予防のため、郵送での提出をお勧めしています 金銭面でも子育てを応援していることがよくわかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。福井市結婚子育てガイド、育むブックの内容について、いろいろと詳しいお話を聞いてきましたが、結婚や子育てに関する大切な情報がまとまっていることがよくわかりました。ありがとうございます。 この冊子には行政の事業や制度だけでなく特集ページも設けています例えば夫・父としてできることやスマホ時代の子育てなどお母さんだけでなくお父さんにも読んでいただき子育てに参加してもらえるようにしています2019年度版をお持ちの方も2020年度版ではサイズもアップして見やすくなっていますのでぜひご覧になってくださいそうですね 山本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回の生き生き情報福井では、福井市結婚子育てガイド育むブックの紹介をしながら、結婚・出産・子育てに関する福井市の取り組みについて、詳しいお話を伺いました。これから結婚を考えている方、妊娠されている方、 子育てをされている方など幅広い方々の道しるべとなる一冊ではないでしょうか。ぜひじっくくりご覧ください